世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。西田浩平が見せる新しいムーブメント、無限に広がるフレッシュな世界。新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイスです。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りします。フレッシュフェイスイズ隕石映像公平にした。あの宇宙飛行士の方が食べるものをですね、あの僕たちは今作ってるんですけど、宇宙版のですね超高効率な有機の畑っていうのを今開発してます。月や火星で人類が農業できるよう、宇宙でも使える土壌の開発を始めた西田。高機能ソイルという人工土壌を利用し、月面の土を農業に適した土に変える技術を開発中。植物の炭などに微生物を孵化した高機能ソイルは、環境ごとに最適なバランスで有機肥料などと混ぜ合わせると、痩せた土地でも作物の栽培が可能になると期待されているのだ。この技術を使い、まずは地球上の農業改革にも挑む。僕たちの土の技術って基本的にはどこでも作れるんですね。農家さんの土作りはだいたい3から5年とか10年とかですね、それぐらいかける方もいらっしゃるんですけど、弊社のソイルの技術だと1ヶ月で非常に良い土が作ることができます。生産者側からも期待が高まっている。まあ、耕作放棄地になると農業に適した土にするのに数年かかるんですけども、このトイングさんの土を使うと、まあ、1ヶ月ぐらいで農業に適した土になる。農業者の所得向上、そういうものにつながればいいんじゃないかなと思っております。新しいこと、変わらないセオリー。始まりは中学2年の時に出会った漫画。もともと弟が宇宙兄弟の漫画を買ってきて、ワクワクしますよね。本当に宇宙に携わるような仕事をして、僕たちがああいった世界を作りたいっていうふうに思ったよ。現在弟と共に研究を進めるリアル宇宙兄弟が、農業で未来を作る。フレッシュフェイスイズ、その先は2035年に人が5人ぐらい宇宙基地の中に住むっていうところが計画されてまして、まあ、そこの人たちが食べる作物は僕らの生産システムで作ったものを食べていただきたいなと思ってます。愛は食卓にある。キユーピーの提供でお送りしました。